かしレオはその怪獣をただ倒すわけにはいかない。モモコとトーレやカオル、そして大勢の人々を救うために決戦を取らなければならないのだ。レオが怪獣バッドンから取った血で直ちに血清が作られ、吸血鬼になっていた大勢